例えば今のねやりたいことをなんか見つけたいんだっていうケースで言うと、やりたいことが見つからないっていう体験があるわけ。やりたいことがなんかないなとかね、なんかモチベーション上がんないなとか、なんかやりたいこと見つからないなって、こういう体験があるわけで、もう一個にはいや、やっぱりやりたいことがあったらいいんだろうなとか、やりたいこと見つけたいよなってこう体験があるわけで、現在クライアントはコーチのもとに来てですね、やりたいことをとにかく見つけたいんです、なんかあそこはぼーっとしてて分かんないけどやりたいこと見つけたいんです、こう言ってるわけだよね。でその時にどこに興味を持つかっていうことですよ。どこに興味を持つかね。でね、コーチングの第一の原則は何かって言ったら、相手の関心に関心を向けましょうっていうことです。相手の関心がないところじゃなくてね、相手の関心に関心を向けましょう。で、相手に関心を持ちましょうっていうね、コミュニケーションに関する教えがあるけど、僕らは相手に関心を持つのも大切なんだけど、相手の関心に関心を持ちたいって思ってるわけです。どういうことかっていうとね、これコーチのですね。で、クライアントは、このクライアントはですよ、なんかわかんないけど、やりたいことを見つけたいんだと、やりたいことを持ててる自分になりたいんだと、こう言ってるわけだよね。そうしたら、ああそうなんだっていうんじゃなくって、あれってどんなのですかって、それ以上探しましょうよって、相手の関心に関心を持ちたいっていうことです。相手に関心を持つんじゃなくて、相手の関心に関心を持ちたいっていうことね。で、これが我々の考え方だし、やり方だっていうことです。だから同時体験するっていう姿勢もそこからも来てるわけですよね。相手の関心に関心を持ちましょうと、相手にじゃなくて、でコーチの関心で見るのやめましょうなんです。で、今のケースがもったいないのはですよ、そのやりたいことを見つけたいんだっていうふうに、もう本人は未来志向になってるにもかかわらず、見つけられない時ってどんな時ですかっていうふうに、見つけられない方にコーチが勝手に関心を向けてるっていうことです。で、これはコーチの関心なんですよ。原因論で、あの時何が起こってるんでしょうねって、ちょっと見てみましょうって言って、この人も、ちょっと僕はって言ってる人をこっち連れてきてですよ、いやいいからこれ見ましょうとか言って、ね、でこの時あなたに何が起こってるんですかねとか、ね、見つけたいはいいんですけど、なんで見つけられないんですかねって、こっち側に無理やり連れてくるわけで、ここで原因の探求しようとするわけね。で、現場検証っていうと聞こえがいいんだけど、そもそも本人は関心がない領域とか、本人はね、目的論、未来志向になってるのに、わざわざね、こっち側に連れてきちゃう。で、このケースだから2つの意味でもったいないんです。2つの意味で。一つは、相手が関心向けてることに気がついてない。ね。で、だから、相手の関心を入り口にしてセッションを深めていくってことができないってことです。で、コーチは視野広げたりとか、いろんな観点から見るのも大切なんだけど、それよりも何よりもね、リードする、リードする前には必ずマッチングするっていうことなんです。マッチング、合わせてつながってからちゃんとリードするっていうのが大切で、ね、まず相手の関心に目を向けるっていうことです。これが第一原則です。で、そこから理解を深めていくとかね、っていうことをやってほしいわけなんです。で、その関心に関心を持つっていうことが、ちょっとやりきれなかったっていうもったいなさと、もう一つのもったいなさは、クライアントが目的論なのにコーチが原因論になっちゃったっていうことです。これも非常にもったいないことだよね。で、そうすると次の疑問が多分出てくるわけです。クライアントが原因論だったらどうするかっていうことです。どうして私はやりたいことが見つからないんでしょうかっていうことです。で、その時にね、いや何の制約もなかったらじゃあ何やりたいですか。これもありなんだけど、これだと強引すぎて相手がついてこない可能性があるわけです。だから一回相手の関心に関心を向けるわけです。で、それどういうことですかということなんです。で、ね、で原因、やりたいことが見つからないってどういうことですかとかね、いやこんなこと悩んだりこんなこと悩んだりこんなこと悩んだりするんです。あ、なるほど、そういうことが起こってるんですね。で、ちょっと聞きたいんですけど、本当はどんな風になったらいいんですかってやるわけです。もしくはなんか悩んでて苦しいって話を、もっと現場検証して行ったっていいんですよ。行って、あ、そうか、これが苦しいんですね、あれが苦しいんですねってやって、あ、そうなんですね、じゃあちょっと一回伸びをして、本当はこの状態がどうなったらいいんですか、いや、やりたいことが見つかったらいいんです、あ、そうなんですねって、じゃあやりたいことが見つかるっていうのが大切なんですねって、ここから目的論の方にシフトしていくわけです。で、この流れはコーチが作る必要があるということですよ。ほっといてもこうなりませんから
だから、あ、今原因論に行ってるなと思っても、それは第一原則ね、関心に関心を向けるというところからしたら一緒にまず行くべきだし、でそうじゃないと、ただいつもね、何の制約もなかったらって質問する脳天気なおじさんだったりお姉さんになっちゃうってことですよ。でいるじゃない、コーチでもさ、すごく強引にね、質問したりとか変えようとしたりとかって、でそれってね、やってること自体は悪くないんだけど、相手からしたらうざいんですよ。で悩んだり愚痴ったりね、なんか問題に意識向けたりしたい時もあるし、そういうパターンの人もいるわけだから、一回相手と一緒に相手の世界に入ってって、そこから目的論の方に向かって抜けていくっていうことをやりたいわけです。 OK、 いつもあれ思い出してくださいね、平本さんがやってる人間関係のね、椅子を使ってやるセッションがありますよね。で、問題に本人が意識してたら、でまず問題の状況を再現して俯瞰して、で本当はどうしたいの、解決図を作っていくっていうことね。でその中から変化が、未来に向かってね、どうしたいって変化が生まれてきますから、それをしましょうということです。だから関心に関心を向けた上で、相手が目的論だったらもうそのまま突っ込んでいけばいいし、だからテーマ再設定なんかね、なんかって言ったらあれなんだけど、しなくても、例えば相手がやりたいことを見つけたいんだって言ってんだったら、見つけられないとこなんか行かなくても、やりたいとこを見つけたいってどういうことですかとか、あなたにとってやりたいことって例えばどんなイメージなんですかって、もうどんどん踏み込んでって、でいやちょっとそれがまだいまいちよく分かんないんですよってなったら、あ、じゃあそれ探しましょうねって言って、で例えばなんか仕事に関するものなのか、プライベートに関するものなのか、どういう目標とかね、方向性が欲しいのか確認したら、あとは過去の原体験で良かったものとかね、参考になりそうなモデルの人とかって話聞きながら、どんどん自分軸作っていくってやればいいとです、はい、というのがね、ちょっとね、皆さんと、シェアをしたいなと思ったことです。じゃあちょっと隣の方と感想タイムです。どうぞ。